J-WAVE ラジオドーナツここからの時間は東京東京フェスティバルクリエイティブファイル東京を彩るさまざまな文化プログラムの中からラジドリスナーの好奇心をくすぐるイベント展覧会などをご紹介していいきますはい、今週は国内外で活躍する指揮者ソリストを迎えてクラシック音楽の魅力を伝えていく「響きの森」シリーズこちらボリューム47だそうですが「ニューイヤーコンサート2021」に注目します。 東京文化会館の里上大輔さんとお電話がつながっています里上さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますこのニューイヤーコンサート2021、はい、まさにですね1月3日に東京文化会館大ホールですけれども、はい 一月三日のこの公演が東京文化会館としてもスタートってことですかね。そうですね。以前はですね、あのもうちょっと政治の日あたりにもニューイヤーコンサートをやってた時期があるんですけども、はい、ええ二千五年の一月三。 かからですね、毎年1月3日にコンサートをやっておりまして、うん、まあこれが私たちのまあ仕事始めともなっています。うん、なるほどはい、はい、じゃあちょっと今回の内容について教えていただけますでしょうか。はい今回はですね、えーまあ、まずニューイヤーコンサートのまあ趣旨としましては、まあ、例えばあのよく1月1日に NHK でも放送されますウィンフィルのニューイヤーコンサートのようにうん、うん、商品ワルツなどの商品をたくさん集めるコンサートもあるんですけども。 東京文化会館のニューイヤーコンサートはそれと逆を言ってですね、うん、新年こそがっつり名曲を聴こうという<ー>感じの、まあ、いわゆる、まあ、軽量級と言って言葉が正しいのか微妙なんですけども、うん、まあそっちよりはかなり重厚なニューイヤーコンサートとなっておりまして、はい、まあ聞き応えばっちりという内容になっています。今年はですね、指揮者に飯森泰二郎さん、 現在80歳になったばかりも大ベテランの指揮者なんですけども、はいえー、彼はですねこのワーグナーの今回ワーグナーの曲もやるんですがそのワーグナーの聖地でもですねバイロイト音楽祭のやっておりましてそこでワーグナー作曲者のお孫さんからもですね絶大なの信頼を受けていた大マエストロです。はあ<ー>、はい、まあそもそもワーグナーのお孫さんって言われてもね <laughs> そうですね <laughs> すごいですね。<laughs> そうか、そういうところでちゃんとね、つながっていってるわけですね。はい。はい、もう彼はもう20代の頃からもうドイツの方でも修行してましてですね。まあ、あの、向こうでもたくさん活躍しています。えー、まあ、あの、よく最近ですと、あの、スポーツの選手がこう、アメリカやヨーロッパで野球とかサッカーでね、活躍なんかが話題にもなってますけども、はい、まあ、クラシック音楽の世界に関してはもう戦前、 からですね、実際ヨーロッパやアメリカの本当に主要のオーケストラでですねそういうことなんだね、えー、そういういのはなんかクラシック音楽の一つこうなんていうか自慢できるところというかそうです、ね、以前からこう国際的な活躍している人がたくさんいらっしゃって<ー>それ飯森太一郎さんもそのお一人だとたんでパンフレット拝見するとあの白髪のねちょっと長い髪の毛でいらっしゃってすごいかっこいいですね。<laughs> 昔はね、もっとね、もやしっこみたいな感じの<ー>、<laughs> の20代文化会館でも、もう20代でも文化オペロ指揮されてますので、本当に半世紀以上ですね、東京文化会館とともに本当にいろいろ歩んでいらっしゃる方だとも言えると思いますねあ。あともう一方、えー、ソリストの方ですね、はい。 ピアニストに小川紀子さんという方を迎えますす、えー、こちらですね小川さんには今年、まあ、ベートーベンが生まれてから250年という実は2020年はベートーベンイヤーだったんですけどもコロナの中でいろいろ中止になってしまいましたがだからというわけでもないんですけどもこのベートーベンのピアノ協奏曲でも最もこう華やかで。 本当に新年の幕開けにふさわしい皇帝エンペラーですね。うんうん、皇帝というピアノ競争曲を弾いていただきます。はい。ね、先ほどワーグナーのお話も出ましたけれども、はい、今回。 どんんななプログラムになってるででしょうかそうかそすねあの今回はこの前半に小川典子さんによるえベートーベンのピアノ協奏曲第5番「皇帝」を弾いていただきましてえ休憩を挟みまして後半に森さんが本当に得意とするワーグナーの「オペラ」の序曲「前奏曲」を2作品ニュルンベルクの「マイスター・ジンガー」そして「タンホイザー」の前奏曲や序曲を皆様に聴いていただきます。うーん そうなんだあの里上さんとして楽しみにしている部分その他にございますかそうですねなんかまあこういうコロナでね本当にいろんな公演が私どもの公演も中止や延期が余儀なくされたりしてまあ今またね少しコロナの感染者数が増えて皆さんどうしてもちょっとこう心がまた塞ぎがちになってしまうかもしれないんですけどもうん、うん、こういう時にですね、まあ、東京文化会館で是非ライブでですね しかも今回力強い曲です力強いこうあのベートーベンもあのワーグナーの2曲も非常に、まあ、どこかでおそらくテレビなどでもですね流れてるのを聴いてらっしゃる方が実は多いと思うのでそういう「あこれってこういう全部聞くとこんな感じなんだな」というのをですね<ー>何よりもそのフルオーケストラ大編成のオーケストラのサウンドをですねこうライブで浴びるっていうんでしょうかね。今<ー>今これが本当に今年はやりたたくてもできなかったこと のの一つででもあると思いますので、うん、そして今回、まあ、あの私どもこの「響きの森」でいつも共演している東京都交響楽団この東京文化会館を本拠地としている東京都のオーケストラですけども彼らとですねとにかくこの2021年が明るく華やかにですねあの感じられるようなコンサートになるといいなと思っています。うん、そうですねね<ー>なんか、ね、2020年はスケジュールを 消していく年だったんですよ。<laughs> ですね、これもない、ね、これもない、うん、これもないっていう感じで、だから2021年はスケジュール帳が埋まっていく年に本当はしたいですよね。うんうん、書き込んでいく年にね。ねそうですね。消さないことを祈りますという感じなんで、本当にね1月3日縁起のいい、はい、えねニューイヤーコンサートでございます。はい、ありがとうございます。 ということで今日ご紹介しましたニューイヤーコンサート2021は1月の3日日曜日午後3時開演東京文化会館大ホールですチケット料金は S 席が7,700円 A 席5,500円 B 席3,300円 C 席1,650円となっています詳しくは東京文化会館のウェブサイトをご覧くださいはい東京文化会館里上大輔さんにお話を伺いました佐藤さんおそらくですけど、はい 来年もよろしくお願いします。そうですね。はい。よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。